皆さんこんにちは。メンタルトレーナー目標達成ナビゲーターの西田初美です。前回の動画では頭が良いから成功できないという内容をお伝えしました。今回は感情コントロールが結果を決める、こちらについてお伝えしていきます。これから急速に発達していくとされている人工知能やロボットとは違い、人間は感情の動物です。つまり誰しもが喜怒哀楽などの感情を持って生きています。ただしこの感情が目指している夢や目標の実現に大きな影響をもたらしているのです。例えば皆さんには目指している目標があると思います。そしてその目標に対して何をしていく必要があるかも分かっているかもしれません。ビジネスの方でしたら売上を上げるために学んでいく、アスリートだったら過酷なトレーニングを日々行っていく、受験生だったら受験勉強をたくさん行うなど、やることが分かっています。ただ圧倒的に多くの人が何をするべきか分かっているにもかかわらず行動に移せないのです。そしてその理由が感情にあります。もしこの感情がなければ、同じ能力の場合誰もが同じ成果をもたらすということになるはずです。つまりいかにこの感情をコントロールできるかが目標達成のために重要になってきます。そしてこの感情には大きく分けて2種類あります。それがプラス感情とマイナス感情です。ではここで皆さんに質問をします。あなたは今目標があり、その目標に対してプラス感情で取り組んでいますか？この質問に対してイエスと答えられた方は、おそらく日々新たなことにチャレンジし楽しみながら取り組んでいけていることでしょう。逆にこの質問に対してノーと答えた方は、なかなか思うような結果につながっておらず、日々を楽しめないまま過ごしているのではないかと思います。私たちが SBT のメンタルトレーニングでやっているのは、まず感情の分析です。どんな時にプラス感情になっているか、マイナス感情になっているか、さらにはご自身が目指している目標に対して感情がついてきているか、この感情と目標が一致すると、私たちの脳は自らのブレーキを解き放ち、ものすごい力を発揮していくようになります。これからさらに人工知能やロボティクスの出現で大きく時代が変わっていきます。感情のないロボットが24時間休まず同じ仕事をして同じ作業をすれば同じ結果を出します。しかしロボットにはない部分が人間にはあります。それが感情です。思った通り物事が進まないというブレーキにもなるこの感情は、逆に言えばコントロールさえできればエンジン全開で思ったこと以上のことができる人間の大きな力となるのです。ご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではメンタルトレーニングとはどのようなものなのか、多くの情報を皆さんにお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。